ございます。また熊谷でご勉強しましょう。今回ですね、魚ですね。発音はコートライやね。コートライ、コートライ、コートライですね。これが、ヤシの砂糖のスープね。はい。だけど魚が入って、魚と、ヤシの砂糖だけです。お野菜は入ってないですね。はい。これは、まあ、熊歩き地はないと思いますが、その近くにあるレストランだとあるそうです。もう一個ですね。はい、これが空心菜よね。空心菜です。炒めの空心菜。空心菜のニンニクの炒めです。熊歩きでチャートロクン。OK、トロクンは空心菜よね。チャーは炒め。という意味です。OK、次ですね。これは、レンコンがね、ハスのレンコンの炒め物です。クマヤル語で、チャートロ、あ、ちょ、待って、チャークロアウチュク、チャークロアウチュク、クロ、これクロアウチュク、チャークロアウチュク。これは、炒め、ハスのレンコン。ちょっとお肉は私ここに書いてないんですけど、例えばまあチャートロクンサッモン、サッモンはまあ鶏肉ね、チキン、サッモンはチキンだから、チャートロクン、あ、チャークロアイチュクサッモンは炒めレンコン、ハスのレンコン、あ、チキンですね。サッモンとかサッチュクとかね、サッボンキー、エビという意味です。サッボンキーはエビ、チャーコロアウチュクサッボンキーは、まあ、炒めハスのレンコンという意味ですね。ちょっと待ってください、すみません。先ちょっとこれがこれ押さないと出ないからね、ちょっと待ってください、すみません。出てよ、出てよ、出た、これができたね。じゃもう一回です、すみません、もう一回です。これですね、チャークロアウチュク、炒めクレン、レンコン、炒めレンコン、サッモンキー、エビです。はい、美味しそうよねこれね。これカマルチに食べられると思います、頼めると思います。何年の何か食べたいお肉があればまた言ってね、作ってもらえますので、チキン、サッモンとかね、サッモンキーは、エビ、サッモンキー、エビ肉。 OK、 これ私大好きなもの料理ですけど、卵されながらね、卵なので食べれません。私アレルギーだからね、卵は。でこれがトライ、トライプロマトレイプロマチェンポンティー。 OK、 チェンポンティーはまあ卵、ポンティーは卵だね、卵。炒め卵だね、焼き卵。チェンポンティーは焼き卵ね。あー、 OK、 これがトレイプロマ、トレイプロマという魚ね。トレイプロマは魚の名前ですけど、ちょっとプラホッみたいな臭くなってからここに入れて、まあすごい臭くではないです。まあプラホッは一番臭いんだけど、でこれがプラホッよりいい匂いやね、いい匂いか、匂いがあんまりね臭くないから、これは大好きですよ。これ入れて、で豚肉も入って、卵に混ざって焼きます。でこれが野菜とつけて食べますね、野菜とかね、野菜とご飯とつけて食べます。カマエルコで、トライプロマポンティー、まあ、今度カンボジア来たらね、これおすすめですね。これカマエルキッチンで食べれます。多分5ドルくらいかな、5ドルくらいね。これね本当に美味しいよ、これ。この匂いがいいからね、香りがいいからね、香りが本当にいいです。私卵食べないかな。じゃあもう一個ですね。お、これが、これはね、熊歩き地はないです。地元のレストランじゃないと
大体キャバクラにあります。これあのおつまみだね、あの貝やね、貝、これ海の貝ですよ。海の貝ちょっと焼いてからタマリンドのジュースが上に乗せます、入れます。まあ、バチルも入ってますね。バチル、ニンニク、ニンニクで、あの黒いあのジュースが見るのわかるね。あのタマリンドのあのジュースがね、タマリンド、ナンブラ、砂糖とかね混ざってここに入れます。で、カマエル語でチャーニュアンパルトム、アンパルトム、アンパルトムはタマリンド、あの赤い、あの黒いタマリンドね、赤いタマリンドという意味です。ニューは貝やね、チャーは炒めという意味ですね。チャーニューアンパルトム、これ食べるとね、力が強くなる。日本はスポンをね食べるとまあ元気になりますけど、カンボジアはこのこれです。私も食べれない、これ歩きです。あ、もう歩きばっかりね私。卵とこれはね食べれないです。はい、じゃあ今日はお疲れ様ですね。また好きな動画に会いましょう。バイバイ。